マントラを唱えながら土下座して下駄の裏を舐めとくれやす。無理や言うんやったらさっさとお行きなはれ。うちはあんたはんに興味あらしまへん。しっしっ。おや、あるじはん。ちょっと悪い虫が寄ってきましたんで退治しとったところどす。さすが夏祭りどすな。これだけ人が集まると奇特な方がぎょうさんおるようやわ。いかがどす？主はんのためにいっぱいおめかししてまいりましたえ。今夜はうちが主はんのリンゴ飴になってあげますさかい、遠慮せんとペロリとしとくれやす。とぼけんでもええやないですの。まずはどのおリボン解きますか。今日はぎょうさんついとりますよ。相変わらず主はんは外出先やと硬派でおるつもりやいうことどすな。明治館ではあないにうちのことつついたりするくせに、ほんまにいつになったらうちのこと本気になってくれはるん。主はんはいつもお預けばかり、うちには魅力がないんやろうか。あんな照れ隠しと駆け引きに決まっとるやないですの。主はんへの冗談が全てその裏返しや言うたら、主はんうちの気持ちに気づいてくれはりますか。冗談の反対って何やと思います。それが真実や言うとります。主はんはどうなんどす。ほな主はんも本気や言うてくれはるんなら、うちの本気の冗談に付き合うとくれやす。このアメちゃんをペロリと。これはそんな理のない駆け引きちゃいます。主はんの誠意の問題ですわ。そんなんでごまかされへんで。主はんほんまに本気なんやったら、このアメちゃんをうちや思ってもっと愛おしそうに舐めとくれやす。主はんのそないな顔も見てみたいなって。ちょっと、主はん？あきまへん！無茶やわ、主はん！せやけど、いくらなんでもそこまで。その先は言うたら飽きまへん。うちがそのなんや、胸がいっぱいでおかしなってしまいそうやから。せやからその気持ちはその後にとっといておくれやす。なんや、言いたいこと言えてちょっとすっきりしましたわ。これは交渉成立やいうことやな。今夜はうちのこと大事にしてくださいね。かましまへん、うちが勝手に解きますさかいに。